今回の動画は第3弾のあのシリーズ、じゃん、ドミニカのアンダー23代表選手。プロになるとやっぱ皮ねちょっと硬いですね。はいどうもクレイジーピーです。今回の動画は第3弾のあのシリーズ、プロ野球選手のグローブ片付けしてみたシリーズの第3弾になります。今回ご依頼いただきましたのが、前回紹介した北海道リーグにリヴァイブラックダイヤモンドっていうチームがあるんですが、ゴメス選手、そのゴメス選手のグローブ片付けをご依頼いただきました。では早速始めていきましょう。せーの、お願いします。そのグローブがこちらです。じゃん、はい、このゴメス選手、これ見てもらって分かるようにサウスポーのピッチャーですね。サウスポーでドミニカ出身の選手なんですけれども、なんとドミニカのアンダー23代表選手、マックス158キロを投げる超本格派で、今回ブラックダイヤモンドに入ってきてキャッチャーが取れるだろうかとかね、冗談交じりで言われてたこともあるんですけれども、それぐらい思わせるね素晴らしい選手が今回北海道リーグにやってきました。前回紹介しました市別のチームと今回リヴァイのチーム、北海道にねこうやって2つのチームと関わらせていただくことになりましたので、ぜひぜひ注目していきたいなと思っております。で今回その片付けするグローブがこちらもね、今回握りつぶす感じで片付けしてくださいっていうことでしたので、握りつぶせるような形で型をつけていこうと思います。黒と赤のグローブですが、これステッチも赤で刺繍も赤なんですけども、黒になるとやっぱ皮ねちょっと硬いですね。硬いのでちょっと揉んでいこうかなと思っております。今回もね湯もみでやっていきますので、そちらの様子もご覧ください。はい、ということでグローブお湯につけてきました。これも握りつぶす系っていうことなので、やりも一緒ですね。関節をちゃんとつけて、このヒンジの部分ね、ヒンジというかここの部分ちょうど真ん中で折れるようにね、きっちりやっていきます。このブラックダイヤモンドなんですが、夢というキーワードを大事にして、球団経営にもすっごい力を入れていて、選手のグッズやダイヤモンドのグッズかなりいっぱい取り揃えております。でホームページの方もですね、しっかりした作りになってますので、ぜひチェックしてみてください。なんといってもですね、 YouTube チャンネルもやっておられます。概要欄にしっかりリンク貼っておきますので、チェックお願いいたします。前にやったね、青いグローブに比べるとやっぱちょっと硬いですね。左を肩つけるときも一緒なんです、はい、このラインをね気をつけてつけていってますね、はい、柔らかくなりすぎずね今回はやっていってます。はい、っていう感じでこんなね形で、最初と比べたら結構形が変わったかと思うんですが、ではもう乾燥していきます。はい、ということでゴメス選手のグローブ乾燥仕上がりました。こんな感じの型になってます、はい、握りつぶす形でということで依頼を受けましたので、握りつぶす形で作らせていただきました。はい、今回ですね、僕のようなものにですねご依頼いただきましたオープンワールドさん、そして何よりですね、このミバイブラックダイヤモンドのゴメス選手、本当に本当にいい経験になりました。むちゃくちゃ楽しかったです。これからの活躍ご期待しておりますので、よろしくお願いいたします。本日の動画は以上になります。この動画良かったなと思う方はグッドボタン、良くても悪くてもチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。今回お世話になりましたオープンワールドさんの詳細概要欄に貼っております。もちろんリヴァイブラックダイヤモンドの詳細も概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチェックお願いいたします。この北海道リーグの独立リーガー2名のですね片付けやってきましたが、このシリーズ以上になります。今後もですね、何か依頼があればお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そのやっていきましょう。せーの、あらしゃ、バイバーイ。